はいどうも、ご視聴いただき、ありがとうございます。この動画では、メダカの張り子に最適と言われるゾウオリムシを与える際の注意点と、その対策方法を紹介していこうと思います。ゾウオリムシの培養はめちゃくちゃ簡単で、こういったペットボトルの容器を使えば、数日もあればですね、このペットボトル全体を覆い尽くすくらい爆発的に増やすことができます。この動画では、そういった爆発的に増やしたゾウリムシを与える際の注意点と捉えていただけたと思います。ちなみにゾウリムシを爆発的に増やす方法というのは過去の動画で色々とアップしていますので、もしまだ増やし方を知らないという方やご興味があるという方はぜひご覧になってみてください。それでは本題に入っていこうと思うんですけども、増やしまくったゾウリムシを与えるときに、これだけは絶対に注意しなくてはいけないというポイントを説明していきます。で、こういったペットボトルでゾウリムシを培養して、ゾウリムシが上から下までびっしり増殖すると、あとはピペットなどを使って、これを吸い取って、まあ、メダカの張り子のいるところへ与えればいいんですけども、おそらくですね、ゾウリムシを実際に培養すると、この段階であることに気づくはずなんですよね。というか絶対気づきます。それは何かというと、これですね、めちゃくちゃ臭いんですよ。てか臭すぎって感じですね。培養したことがない方だと想像つかないと思うんですけども、まあ、とにかく臭いんですよね。今想像してるよりももっと臭いです。そうなると、果たしてこれをメダカの張り子のいるところに投入していいのかどうかという疑問が絶対生まれるはずです。てかその前に、この匂いは一体何なんだという疑問も生まれるかと思います。で、匂いの正体は何なのかというと、ゾウリムシは動物プランクトンで生き物ですから、当然アンモニアを発生させます。このゾウリムシがペットボトルの上から下までびっしりの状態まで増えれば、もうペットボトル全体的にゾウリムシがいるわけですから、アンモニアの発生量というのも半端じゃないということになります。なのでゾウリムシが増えてきた時点で匂いがきつくなってくるのはこのためですね。培養したゾウリムシをピペットで吸い取って、張り子のいる場所に投入すると、当然ですがゾウリムシと一緒に、このアンモニアたっぷりの水も一緒に溶き放つことになるんですよね。まあこれはですね、水量が多い場所だと少量のアンモニア水が入ったとしても急激にアンモニア濃度が高くなることはないし、何よりもですね、ろ過がしっかりと効いていればアンモニアはバクテリアという微生物によって分解されますので、まあそれで問題はないんですけども、絶対に注意しなくてはいけない場合というのは、メダカの張り子をこういった小さな容器で管理している場合ですね。こういった水量の少ないところにこれを解き放つと、容器の中の水のアンモニア濃度が一気に上昇して、最悪いきなり致死量に達してしまう場合もあるんですね。まあ実際ですね、これで生態が全滅するといった失敗例も多く耳にします。なのでできるだけこういった小さい容器ではアンモニアたっぷりの水は入れない方がいいということになるんですよね。で、その場合の対処方法なんですけども、ちょっと面倒ではありますが、ゾウリムシをこすという方法があります。あのコーヒーのドリップ作業と同じイメージですね。で、このゾウリムシはめちゃくちゃ小さいので、結構いろんなものを簡単に通り抜けてしまうんですけども、まあ僕がいろいろ試してみた限りでは、コーヒーフィルターはゾウリムシをきれいにこすことができますので、これはおすすめですね。で、それからあとはですね、ゾウリムシをピペットなどで吸い取ったら、それを直接与えるのではなくて、一度カルキを抜いた水に入れてアンモニア濃度を薄めてから与えるのもいいと思います。まあ気をつけるべきポイントというのはアンモニア濃度なので、これを薄められる方法であれば何でもいいと思います。まあただ今話してきた2点がおすすめの方法になります。あとは飼育している水もゾウリムシを与え続けていれば日に日にアンモニア濃度が高くなっていくし、生体も糞などをしてアンモニアを発生させますから、こういった小さな容器でゾウリムシを与える場合っていうのは、こまめな換水をするというのも重要ですね。まあ、そうすることで容器の中のアンモニア濃度を低く保つことができるようになります。まあ、そんな感じで簡単にまとめてみますと、培養したゾウリムシを与える際の注意点としては、水量が少なく水が汚れやすい小さな容器にゾウリムシを投入する場合ですね。この理由としては大量のアンモニアが入ることによって生態が死んでしまう可能性があるからですね。それからその対策としては、まずゾウリムシの容器なんですけども、これはこしてから与える、またはカルキを抜いた水で薄めてから与えるがおすすめです。
それから飼育容器なんですけども、こちらはですね、アンモニア濃度が高くならないようにこまめな換水をするというのが重要になります。まあこれらの点に気をつけていれば、小型の容器でも気軽にゾウリムシを与えて、ハリコなどの育成が全然できます。ぜひゾウリムシを与える際のご参考にしていただければと思います。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。